よし。いやー、良い天気だ。今日も素晴らしい秋っぱればれよね。はい、太陽もギラギラ輝いて、うん、最高ですね。はい、みんないい天気の日はね、もう部屋の中で言うなんて非常にもったいない。絶好の工作日和やね。このね、隣の草むらの、何や、ススキが、なんかいっぱい、もといしたら、綺麗な感じある？あのを見ながら、まりんちゃん先生の工作タイム、イエーイ。はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、めっちゃもう、あったかいので、工作、軍艦島の続きをやっていきたいと思います。父が、日曜大工で作ったベンチに絵を描こう、第2ステージパート8になるのかな、これパート8ですね、第8回目ですね。でこんな感じでね、第7回目までに、先日一気に第、ここまでちょっと進めたんですけど、これあとね、ここのところにちょっとね、山が見えてるんですね、実際は。なので、あと遠くに見える山と雲を描かなあかんって感じですね、あと。で、それがまたね、ちょっと難しそうですけれども、まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。で、イメージとしては、あそこに遠くに山が見えてるんですけど、あんな感じの遠くに見える山と雲を描いたらっていう、ね、異次元っていうか、アドバイスをいただいたので、母から、ね、トールペイントを習ってる母から。なのでちょっとそう、あの遠くに見える山とこんな感じのちょっと今日出てる雲のイメージをちょっと頭に叩き込んで、はい、まあ書いていこうかなと思います。はい、でまあまあ早速ですけれどもね、前置きで2分ぐらい経ってもたか。よいしょ、この辺にカメラを合わせてなら何時かな。でこの回ではじゃあ山をね、描いていきたいと思います。まあ毎度のことながら私下手くそですので、あんまり期待はしないでください。あまり期待はせんといてくださいね、下手くそですのでね。なんて言ったって下手くそでございますので。じゃあ早速、ね、ちょっと撮影時間がどんどん長くなっていっちゃうので、絵の具を出して始めよう。で色の感じとしてはやはりグリーンがメインな感じになるのではなかろうかなと思いますね。はい、なのでこのグリーンですね、まずこれとこれ一色だけじゃなくてね、ブルー、この濃いブルー入れようかな。ブルーと、よいしょ、難しいなぁ、そのブルーもいう感じですかね。でちょっとそうだな、やっぱりあの灰色、ちょっとあの灰色っぽい感じに見える感じなので、黒と、黒と、難しいな、ちょっとだけ白、少しだけ白もいる感じですかね。ちょっと白がないかもな、もう
白は少しだけでいいか。よし。この映ってるか。これでちょっとやってみたいと思います。よし、この細い筆でいった方がいいか。よいしょ。で、ここら辺からこんな感じかな。で、ちょっとこんな感じで、こんな感じで、ここら辺もう一個こんな感じで描いてみようかな。よいしょ。グリーンベースで、青緑、黒、そうだな、青緑、黒、ちょっと白いるかな、やっぱり白。ああ、難しい。こんな色かな。もうちょっと白か。色かな。少し黄緑、もうちょっと緑入れようか。こんな色かな。こんな色に見えとったかな。なんか遠くに見える山なんで、本当に緑、なんていうのかな、で、まあ、緑ってわけじゃなくて、ちょっとね、くすんだような色に見える感じですよね。それをうまくイメージできたらいいなって感じなので、黒もちょっと入れて。少し黄緑入れた方がいいのかな。この青もちょっと入れようか。ちょっとブルー。よいしょ。これね。ちょっと黄緑入れた方がいいかな。黄緑入れます。ちょっとだけ。そんなにたくさんは。と思いながらも、これで、なんかブンブン飛んどるな頭上は。よし、こんな色かな。もうちょい白かな。ちょっとこれ濃いか。もう少しだけ白か。こんな色かもしれん。よし。もうちょっとだけ白。よし。こんな感じかもしれんな。ちょっと黒だな。ほんで。それで、こんな感じや。多分。よし、こんな感じだと思う。とっととやろう。何分だったっすか、これで。あっちゃ、ごめんなさいね。ちょっと見てる人よりはほんまに、ちょっともうつまらんかもしれません。もう眠たいわって方は飛ばしていただいて結構ですので、ね、ちょっともう下書きなしでじゃあ行っちゃおう。この辺から、こんな感じかな。山がね、ちょっと、こんな感じ。こんな感じやな。ちょっと、上の方だんだん、あれか、ちょっと薄く。としてはね、そうイメージとしてまず岩のベースがそうこんな色やな。上の方だんだん、薄くしていった方がいい感じかな。ここら辺までをちょっと山にするつもりで、うん。
そんな感じやな。年始的にはそう。ちょっと後でちょっと重ね塗りする感じにしようか。手がちょっとちっちゃいか。こんな感じで、ちょっと袖の方ちょっと薄くっていいかな。こんな感じかな。ちょっと、ちょっと、この辺でもう一回もがつながる。こんな感じか。うん、こんな感じではいいかな。ちょっと待って、これで、ちょっとだんだんちょっと薄く。ベタになっちゃった。ちょっとまずベタ塗りをしてしまってって感じか。うん、こんな感じかな。よし、ちょっとこれでじゃあちょっと撮影時間が何分だ今。10分。よいしょ。はい。あと、こんな感じで、ちょっとね、で、まあ、まだちょっと雑なんですけど、書いて、ここでもちょっと丁寧にね、写真と見比べながら、実際の軍艦島の、で、もうちょっとリアルに、出来上がるように、ちょっとやってみたいと思います。はい、それでは、一旦、パート8を、終わります。